はい、どうもこんにちは。今日は2種類のガチャガチャやってきたので開封していきます。限定ガチャです。今回は見ていきましょう。まず1個目はこちらのガチャ。今回やってきたのはこちら、ちいかわ水族館フィギュアマスコット。そうなんです、ちいかわ水族館に行ってきました。ずっと気になってたんだけど、ちょっと暇がなくてようやく行けた。ガチャガチャがなんとか生き残っていたので回してきました。ラインナップこちら全6種類です。これ原作にないよね、このシーン。唯一このマンボウはラッキーマンボウとして出演してるね。栗まんじゅうのモチーフってなんだろう。一つ目当たったの8割イルカ、超絶大当たりきたわ。完璧。8割の脳天にボールチェーン、足元に引っ掛けるところ、そしてイルカの脳天に引っ掛けるところ、こんな感じの組み合わせです。かわいい。これ何、なんかイルカに乗ってるよ感を出してんのかな。8割はなんかちょっと飛んでるみたいなポーズしてて、イルカはね目が点。なんかどっちもクオリティ高いね。素材はソフトなプラスチックなんだけど、なんかしっかりしてるし、作りの粗さもない。ガチャガチャとしては500円なだけあるわ。めっちゃいいじゃんこれ。ひとまず一つ目は8割イルカでした。8割イルカも欲しかったんだけど、ラッキーマンボウ欲しかったので、次開けていきましょう。次はこちら、来ました、ちいかわ&8割マンボウ、大当たり来ました。これやばくない？これやばいよ。超かわいい。何これ。てかマンボウでけえよ。結構ずっしりします。前から見るとこれで、後ろから見るとこれ。結構ちゃんと細かいとこ作ってあんのよ。マンボウの目こんなんなん？これはいい。原作のシーンだよ。これマンボウで気づいたんだけど、ちょっと柔らかいね。マンボウのヒレ取れる。めっちゃいいこれ。ちいかわ8割がこのミニチュア感かわいいな。これ絶賛だわ。これ一番いい。大当たりです。これまでのガチャの中でもかなりクオリティが高い部類ですね。で、ラッキーマンボウうまく手に入れたんだけど、せっかく限定品ということで引き続き回しております。次見ていきましょうか。お次はこれです。次当たったのはウサギカラージェリーフィッシュ、ウサギとクラゲです。クラゲこいつだけなんかツルツルしてんの見て、テカテカしてるでしょ。ウサギのほっぺはこの長野さんのほっぺ、むにゅっとしてるやつですね。でクラゲの後ろが空洞という感じです。後ろはこんな感じだね。まあこれでちいかわ8割ウサギ3体ともいるね。良いんじゃないですか。よく見るとクラゲこのギザギザ感とか再現されてんのかな。結構カラージェリーフィッシュって何。まあひとまず3つ目ウサギクラゲですね。これに関してはラストのもう1個のガチャガチャと見比べたいと思っております。もう一つ開けていきましょう。ラスト開けていくよん。次やってきたのはこれ、ちいかわ水族館アクリルスタンド、同じく全6種でこっちは400円ですね。ラインナップはさっきと一緒のシーンになってます。アクリルスタンドバージョンです。やっぱり栗まんじゅうのモチーフって何。当たったのはウサギカラージェリーフィッシュです。さっきのやつですね。なんかセリフついてんので、スタンド付きなので立ちます。ちなみにこいつだけ自立すんだよ。で見比べるとこんな感じ。なんか色味違うけど同じシーン。ただこの絵見て思ったけど、カラージェリーフィッシュってあいつか。黒いのとかもいるやつ。この足てか触手がめっちゃキノコみたいなもごもごってしてるやつ、
詳しくは調べてみてくださいという感じで、これは飾る、これはつけるというふうに使い分けましょう。アクリルスタンドで当たったのはウサギカラージェリーフィッシュでした。というわけで今回はちいかわ水族館のガチャガチャ2種類4回やってきて、こんな感じの結果でした。やっぱね、値段そこそこするけどちゃんとクオリティ高い。ちいかわ水族館ね、4月からやってて行くのが遅かったからね、本当はあのカワウソのグッズ、あれ欲しかったんですよ。売ってなかった。ちいかわとハチワレがなんか握手するやつ、ハチワレが握手って言ってて、ちいかわがグッパッってやってるやつ、あれがめちゃくちゃ欲しかったんだけど、さすがにもうなかったよ。まあガチャガチャできたんでよかったでしょう。とりあえず他にもいろいろなガチャガチャ、ちいかわのガチャガチャやっておりますので、チェックをお願いします。そしてこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回のガチャガチャでお会いしましょう。バイバイ。